円です。はい、それではい確認していただいて。しばらくそのままでお待ちください。名義送金をしてください。いや、その上、これ。他行口座ですね。画面の案内をご覧ください。次へで。しばらくそのままでお待ちください。暗証番号をどうぞ。しばらくそのままでお待ちください。三菱東京 UFJ なんで、下から2番目ですね。はい、それ。で、ひらぎ支店なんで、はい、押していただいて、そのままでお待ちください。です。で、普通、一番上で、はい。で、4315397、5397ですね。397で、確認。で、金額をしていただければ。4で円です。はい、それではい確認していただいて。しばらくそのままでお待ちください。名義人はお通帳のお名前でよろしければ、はいですね。お客様の連絡先の電話番号を入れてください。携帯をお持ちですか？じゃあ携帯番号を入れてください。確認をしてください。Nggak biarin punya aku ini, nomor aku ini.103.で、よろしければはい確認です。で、お取引内容ですので、こちらと見ていただいて。OK ですか？買ってください。内容がよろしければ確認と、修正するときは修正する項目を選択してください。しばらくそのままでお待ちください。また入れられるようなことはありますか？以上です。なければいいえで進んでください。はい。どうぞお受け取りください。お通帳とそちらがご利用控えですね。はい。以上です。ありがとう。